2017年10月民進党代表選挙は、2017年10月23日に辞任を表明した前原政治代表の公認を選出するため、2017年10月31日に両院議員総会において実施された民進党の党代表選挙である。唯一立候補を届け出た大塚公平が無投票で選出された。2017年9月1日の民進党。 代表選挙で新代表に選出された前原誠司は新執行部人事で幹事長に内定していた山尾しおりが週刊誌のスキャンダル報道で離党し代表選を戦った枝野幸男陣営の幹部を要職に起用したことで民友共闘に批判的な劉博氏、後藤雄一、鈴木義弘らが相次いで離党を表明するなど党内の混乱や離党ドミノで党勢の回復に苦慮していた 一方、7月の東京都議会議員選挙で、地域政党、都民ファーストの会を率いて対象した小池百合子東京都知事は、9月25日に、国政新党、希望の党の結成を表明したが、同日に、安倍晋三内閣総理大臣が、第194回臨時国会冒頭の、衆議院解散と第48回衆議院議員総選挙を10月10日、公示。 10月22日投開票の日程で行うことを正式表明したことを受け、短期決戦に向けた組織力や資金力の不足が課題となっていた。9月26日、前原は小池と会談し、民進党と希望の党との合流について協議した。前原は9月28日の衆議院解散後の民進党両院議員総会で今回の総選挙における 民進党の公認内定は取り消す。民進党の立候補予定者は、希望の党に公認を申請することとし、希望の党との交渉及び当分の間の党務については、代表に一任する。民進党は、今回の総選挙に候補者を擁立せず、希望の党を全力で支援するとの方針を提案して、満場一致で了承され、その後の記者会見で全員が公認候補になる。 要尽力すると述べた。しかし、小池が9月29日に全員受け入れるようなことは、さらさらない、排除されないということはない。排除すると述べ、立候補予定者に対し安保法制白紙撤回や憲法改正反対などの主張を改める、要要求すると、これに反発した枝野が10月2日に、新党、立憲民主党の結成を表明し、 民進党出身者は希望の党、立憲民主党、無所属に分裂して選挙戦に臨むこととなった。総選挙の結果、与党の自民、公明両党が野党の分裂を背景に定数465議席の3分の2を超える313議席を獲得して圧勝したのに対し、立憲民主党は公示前の15議席から55議席に躍進して、 野党第一党となったが、希望の党は、公示前の57議席を下回る50議席に、とどまった。前原は10月23日の記者会見で、民進党の参議院議員と、地方組織について、一定の方向性を決めた後に、与党圧勝を許した責任を取って、代表を辞任する意向を表明し、10月27日の、両院議員総会で、 希望の党との合流方針の撤回と地方組織の存続方針を決めた後、10月30日の両院議員総会で辞任が了承され、これに伴い代表選が行われることとなった。任期は2018年9月末まで、10月30日の両院議員総会で10月31日、正午から午後1時まで立候補受付を行い、午後3時から、 両院議員総会を開催して、代表を選出することが決定された。11月1日召集の第195回特別国会までに新代表を選出をするため、党員、サポーター投票は行わず、党所属国会議員のみによる投票で選出する方式が採用された。立候補受付の結果、大塚公平以外の立候補者がおらず、 大塚が無投票当選を果たした。報道によると、党内から選挙をすると党が割れるきっかけになるとして、候補者一本化を求める声があり、大塚、小川敏夫、連邦の間で一本化が模索され、終盤は、旧同盟系労組などが押す大塚と、左派、リベラル系が押す連邦が争う構図となったが、 一足先に推薦人24人を確保した大塚が交渉を優位に進め、単独立候補に成功したという。名簿順11月8日の両院議員総会で主要人事が承認され、11月17日の常任幹事会で一課の通り報告された。新組織として、基本政策検討本部、党の戦略、組織、運営に関する改革本部が設けられ、 それぞれ大塚が本部長についた。ありがとうございます。